はいえー、iOS アプリを作ってみようという講義を、えー第えー、今後10回にわたって、えー、お送りしていきたいと思いましてまず今日は第1回になります、えー、講師の紹介から、えー、基盤インターナショナル開発部の湯川博和と申しますよろしくお願いしますで、えー、経験のある開発言語としては、えー、こちらにあるようにアドビのコールドフュージョンですね、えー、それから PHPHTMLHTML5 JavaScript、ActionScript だと、えー、このあたりの、えー、開発言語を経験しています、えー。見ていただいたら分かる通り、えー、C 言語及び C、Objective-C、Java なんかの、えー、オブジェクト言語をやったことがありません。ほとんど経験がありません。ということで、講師募集、うまく教えられる人、えー、ぜひぜひ応募してください。 ということでまず概要に入っていきたいと思いますえっとまず講座の目的えオブジェクティブ C か Swift で iPhone のデバイスを活かしたアプリを作ってみるというところまで行ってみたいと思っていますえーえーこれですねポイントはここ講師も一緒にと で、えー、講座の予定なんですけれども、えー、全10回を予定してますので、えー、まずこんな感じ今日は、えー、概要から始めて Objective-C の概要、えー、それから ToDo のアプリを作ってみるっていうのとその ToDo のアプリを iPhone で動かしてみると、えー、それから Swift それから Swift で何かアプリを作ってみると、えー、それと iPhone の機能を作った、えー、使ったアプリを作ってみるというのを23回やって最後に、えー、みんなで作ったアプリを発表して終わると。 いうところまでいければなと思っています今日はこれですねえ概要と X コードの使い方のあたりをえざっとえ解説していきたいと思いますそしたらまず第一回目え概要 X コードの使い方からいきます今日の内容はこんな感じオブジェクティブ C と Swift の触りの部分え本当に触りをちょっとだけ流します それから、えー、ハローワールドですね。えー、こういう講座では、えー、お決まりなんですけれども、えー、アプリを使ってハローワールドを、えー、表示してみるというところをざっとやっていきたいと思います。それから、えー、っと最後に、X コードの使い方をすっごく簡単になんですけれども、えー、説明したいと思います。まあ、だいたいハローワールドを作るあたりで、X コードの使い方はなんとなく分かってくるかなというところですね。 はいえー、ちょっと長いんですけどもこんな感じですね。Objective-C と Swift についてなんですけれどもまず Objective-C は、えー、もしかしたらもう皆さん知ってるかもしれないですけどもこちらのとりですね、えー、C 言語を拡張してオブジェクト思考として利用できるようにしたものとで C++ プラプラの、えー、親戚に近いけどアプローチがだいぶ違うということらしいです。で Swift は、えー、コンセプトとしては Objective-C without ということで、えー、基本的に C の制約から離れた、えー、オブジェクトオブジェクティブ C のラッパーのような形で動く、えー、言語になってるということですねだいぶ気泡が変わってます代表例こんな感じかなりちっちゃくて申し訳ないんですけれども、えー、上がオブジェクティブ C の書き方この NS ストリングとかこういう NS なんとかっていうのが特徴ですね、えー、一見して ちょっと分かりにくいです一般的な、えー、記法ではない書き方をしますね特にこの辺、えー、メソッドの呼び方ですとかこの辺りがだいぶちょっと違います。で SWIFT はパッと見てもらうとなんとなく、えー、いわゆる最近の言語やったことがある人であればなんとなく書き方として分かりやすいかなと、えー、JavaScript とかにすごく近い書き方をしてますね。で、えー これ実は結果は両方ともこの僕は広和湯川ですというふうに結合されるんですね。SWIFT だったら中村さんでも読めると思います。で結論としてはパッと見でわかるとり SWIFT の方が非常にわかりやすいしかし SWIFT はまだライブラリが整っていなくてですね ObjectBC で書かないといけないところも結構残ってるらしいんですね。特にあの ローレベルの,あのオブジェクトあの機能を使ったりすると使おうとしたりするとオブジェクティブ C で書かないといけないと,というのも結構残っているということなので現実ねは両方勉強した方が良さそうだというところで東郷さんはとりあえずこのオブ,ジェオブジェクティブ C から始めようというふうに思っています。でここで触りは